皆さんこんにちは、武田塾の森田です。では一問一答いっていきましょう。中学英語の復習をどのようにすればよいかが知りたいです。あ、もう一人ですね、似たような質問来てたんで、進行1で中学の英単語が少し心配なのですが復習した方がいいですかというですね、進行1の方がですね、中学英語どうしたらいいのかっていうね、来てるんですけども、ぶっちゃけそのままですね入れるんだったら入っちゃっていいんですね。まあいわゆる大岩の一番初めの英文法なんかですね、ああいうものに入っていけるなって思ったらそれでやっていけばいいと思います。でそこも無理だなっていうんだったら、まあいわゆる中学校のね参考書に戻るっていうのはありだと思います。それでいて単語も同じですね。まあシスタンだったりターゲットのですね、簡単なものベーシックだったりとか1200とかあの辺をやって、あれこれでも心配だなって思うんだったら中学の英単語のものに行けばいいと思いますが、まずそんなに心配することはないと思いますね。そんなに中学で単語いっぱい出ていないので。ただ参考書やっていく中で中学単語知らないと説明を理解することはできないので、説明のその例文とかが分かんない状況になってしまうので、やはりある程度はできた方がいいっていう感じですね。偏差値60前後の高校に通う早稲田志望の高2ですと。英文法を勉強する際ネクステを使おうと思っているのですが、その前に大岩の一番初めの英文法などの参考書を挟んだ方がいいでしょうか。自分では学校の授業である程度内容を理解しているとは思っています。使った方がいい基準などがあれば教えていただきたいです。まあそうですね、これ理解できてるとは思ってるんですけど、それわかるけどアウトプットですね、できる量になっているかはわからないので、問題を見てみることをお勧めしますね。ネクステだったりとか、先ほど言ってたその大岩の一番初めの英文法、どっちのレベルだったらいけるのかですね。で、あとはまあ藤井先生のゼロから英文法なんていうのもありますから、それらをですね見比べてみてどうなってるかですね、自分の実力で、まあ、問題が解けて、そして説明できるかですね、文法事項をどこ聞かれても説明できるよっていう状況であれば、その大岩の初めの英文法だったり藤井のゼロから英文法で説明できるよっていうレベルだったらネクステに移ればいいと思いますね。進行さんです。東京外大の二次試験のリスニング対策を今から始めるとしたら何をすればいいですか。一応速読英熟語のシャドーイングをしています。まあ、まずリスニングに関しては単語ですね、知ってる表現が増えなければ聞こえないですので、まず聞こえる表現を増やすっていうのが大事です。でそれでいて普通のまあリスニングの参考書とかやっていってもうできますっていうレベルだったら、この間動画で紹介したね BOA ですね、 Voice of America っていうのを利用してやることがいいですね。外大のリスニング出やすいので、これですね、ぜひそちらも聞いてみてください。英検準1級のリーディング問題と同じくらいの大学受験参考書ってありますか。これがですね、まあ、結構よく来る質問なんですけど、ぶっちゃけあんまりないですね。で、なんでないのかっていうとですね、英検準1級っていうのはですね、パラグラフごとに読んでいけば解けるんですよ。なんで第一段落で1問目解ける、第二段落で2問目解けるっていう風になってます。ただ大学受験の問題ってそういう風になってないんですね。まあ、いわゆる2等コマ線とかそれ以下の大学であればそうなってることもあります。実際はあるんですけども、それと比べてしまうと英文のレベルが11の方が高くなっちゃいますね。じゃあもうちょっとレベルの高いものをって言ってマーチの問題とかに入ってしまうと、答えの根拠がバラバリだったりとか、そもそも出題形式が全然違うっていう風になってしまうので、似てるものがないんですね。なので英検11級のリーディングを目指すんであれば英検11級のものでやるということをお勧めします。なるべく過去まで戻ってですね、遡ってですね、いろんなものを手に入れて、そのパラグラフごとに解くっていう感覚を身につけてもらえればいいと思いますね。シスタンの一期一役はほぼ覚えたんですが、その派生語やってシスタンを完璧にするか、パスタン準一級に進むか迷っています。どちらもいずれやる予定ですが、英検準一級を取ろうと思っているので、パスタン先にやってもいいでしょうか。複雑に言ってますけど、はい、なるほどねっていう感じですが、まあパスタン準一級をやりたいってことですね。英検準一級やるのでってことですね。それでいいと思いますが、問題見てみてください。このシスタン本当に完璧に覚えてるんだったら、まあまあ派生語以外ですね、全部覚えてるんであれば、多少取れるんですよ。語彙問題も英検準一級のですね。シスタンの後ろの方とかだいぶレベルの高いもの載ってますからね。でまずそれでやってみて、で問題解いてみて、あ全然ダメだと思うんだったら、あやっぱり英検早く取るためにはパスタンにっていう風にやるのはいいと思います。いやそんなことよりも受験が大事なんでっていうんであれば、シスタンをそのまま続けてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあどれだけ問題取れるかっていうのによると思いますし、自分が目指している志望校の CSE スコアですごく高い点が必要なんで、やっぱり準1級の語彙問題取らなきゃいけないんですっていうんだったら、そっちを優先してパスタンやればいいと思います。いやいや合格すればいいだけなんです。こういう問題取れなくても他のセクションとかパートで取れるんで、全然そこは重視してないんですって言うんだったら、シスタンを進めればいいんじゃないかなと思いますね。はい、今回は以上です。僕に質問がある方はコメント欄にぜひぜひ書いてください。武田塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。